Hello everyone! インタートーマツの北澤です。皆さん、実用英語検定の受験お疲れ様でした。本日は2020年の第1回第2回の総合結果を発表します。2級合格33名、準1級合格25名、1級合格2名。一次試験を見ると18% の方に通過してもらうことができませんでした。この点におきまして反省いたします。ですが、これで終わりではありません。次回の検定での完全合格を目指して、気持ちを新たに一緒に頑張りましょう。さて、私たちインタートーマスは英検の指導におきましては完全合格を目指しています。ここでいう完全合格とは、まぐれやギリギリではなく、確実に合格する状態で試験に臨み合格をすることを指します。ギリギリ合格でも9はもらえますよね。ギリギリの合格では次につながる学習ができません。英語の学習は今後も続きますから、コツだけで受かることはお勧めできません。完全合格にはどれくらい時間が必要ですか？それでは次のグラフを一緒に見てみましょう。例えば英検3級を取ってから英検準2級を目指す場合、新たに1500個の単語を覚える必要があります。1週間にこれだけ100個覚えても15週、約4ヶ月は必要になる計算ですね。ボキャブラリは誰もが悩む部分ですが、近道はありません。音読と絡めて加圧式音読 PR やスラッシュリーディングで効率的に覚えていきましょうね。1ヶ月未満で対策が間に合うかということはよく尋ねられますが、基本的に間に合いません。試験の無事をお祈りすることしかできないでしょう。3級の完全合格者が準2級を目指す場合を考えても、単語の学習を継続しながらライティングやリスニングの訓練に時間が必要になります。どうしても1ヶ月でとおっしゃるなら、突貫工事のようなレッスンもご提案いたしますが、やはりレンガを一つずつ丁寧に積むような継続的な学習をお勧めいたします。所属スクールの担当と定期的な面談を行い、カリキュラムを作成するようにしてください。オンライン受講も可能な音読講座 PR や、完全無料で毎日更新中ディクテーション動画投稿などもご案内しております。正しい日々の学習習慣をインタートーマスで身につけましょう。 Go for it! チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。 Thank you for watching!